滝沢沙織の部屋へようこそ。本日はですね、私こちらね、木材ペンキなど用意していますけれども、 DIY をしてみようかと思います。私が日頃、ベランダ菜園をやっているところのスペースで、なんか物を置くその棚っていうのがなくて、棚があったらもうちょっと整頓ができるかなと思い、ホームセンターに行って木材これ切ってもらって用意してます。ちょっとね、しっかり少しだけ歪んじゃったんだよね。その辺もちょっと考えながら作ってみようかなと思います。一から全部作るのは初めてなので、ちゃんとできるかどうかはわからないですが、自己流で頑張ります。では早速スタート。この細長いのを主軸にしようと思ってるんで、一人大変だからさ、壁側をね固定させて、それで押さえてやろうかなと。だから一番最初こういうことなんだよね、多分釘打ってこっち側と2本で、ここに2本つなげて台の感じを作ろうかなと。まずは最初の穴開けとかね。これぐらい大丈夫でしょう。よし、 OK。 そしたらちょっと感覚空いたか、大丈夫か。反りを下、あ、違うわ、こっち側を下にするから、こっち側が上だから、よし、OK。 今度は横にして、で全部90の長さ取っとかないと。そしたら穴ぼこだらけになっちゃうな。まあいいか。うん、ペンキ塗るからいいや。でこれを上から打った方が固定がしやすい。あ、待って、私逆にしてる。こっち下っつってたね。なのにこっち側やっちゃった。まあいっか、これでいこう。間違えた、やっちまったぜ。よし、で、あとはここにつけようと思って、間空くけど。で、できた。こんな感じで、なんとここね、ちょっと歪んでんだよね、このね、木が。だからちょっとあれですけど、でもね、私的にはこれすごいいい感じにできたと思うんだよね。とりあえず形はできました。なので次はここのところをもうちょっとより強化するために、補強を金具を入れようと思ってて、こういうやつがあるんです。でこれをカチャってね、ここの間のところにこういう感じで置いてね、それでここを止めちゃえばよりぐらつかないかなと思ってやってみようかと思います。よし、ではやろう。よっしゃ、これでちゃんと形が整ったぞ。よし、どう？これこのね、補強をこの中にねしっかり入れたら、よりなんかぐらつきが収まった。完璧じゃない？これ初めてやったにしたらすごいよこれ。あとは少しだけヤスリを、角のところ危ないから、このねペーパーのねヤスリがねあるから、これで少し周りをヤスっていこうかな。軽くだけちょっと角のなんかケバケバの部分とか、そういうところは少しはちょっと削っときたいなっていう。やろうと思えばまだまだやることはある。サグラダファミリアですよ、だから滝沢の建造物ですよ。よっしゃ、 OK。 これでね、形はね完成しました。外にこれを置くので、こういうね、あのなんか外用 の、 あの保護塗料っていうのをあの買ってきて、で色もなんかウォルナットっていう色がつくやつみたいなんで、これをペンキで塗って、で乾いたら完成って感じなので、今からちょっとペンキを塗っていこうと思います。あ、いいかも。あ、いいじゃんいいじゃん。あ、この村感もまたいいか。じゃあ下行きましょう。あ、やばい、あ、なんだこれ、大変だ。ダブルダブル、よし、完成です。これがもう乾いたら、あとは設置して終了ですと。
というわけで本日農作業用のね棚の DIY ということになりましたが、いかがでしたでしょうか。これ意外と初めて作ったにはいいんじゃないですか。皆さんチャンネル登録グッドボタンぜひよろしくお願いします。ではまた、バイバイ。先日 DIY をした作品がちゃんと完成しました。こちらです。じゃじゃん。どうでしょう。ぴったりここちゃんと私が寸法で合わせた通りになった。ここにはもともと農作業道具やらなんやら入ってるボックスがあるんですけど、これをちゃんと重しにして風で飛ばないようにして頑張った。この DIY シリーズやりました。なのでたくさん使っていこうと思います。